福井舞は、大阪府生まれ、スウェーデン育ちのハープ奏者。パリ在住。平成26年度、昨夜この花賞音楽部門受賞。7歳の頃からハープを始める。2008年から2009年まで、ロームミュージックファンデーション小学生に採用。パリ国立高等音楽院ハープ科及び、室内学科で研鑽を積み、2010年。 同音楽院修士課程を満場一致の主席で卒業する。これまでにハープを松尾正代、吉野厚子、スーザン・マクドナルド、ジェルメーヌ・ロレンチィーニ、イザベル・モレッティ、ジュヌビエ・ブレタングに指示。室内楽をミシェル・モラゲスに指示。ピエール・ブーレイーズ、リオネル・ブランギエ式のオーケストラ団員として、スペイン、パリサル・プレー・エル、ルーブル美術館、スイス及び、 オランダ世界ハープ会議にて演奏。2010年、ハープ奏者としてパリオペラザーの演目を演奏。2011年、小沢政治式の斎藤記念オーケストラに参加。パリを拠点に、ヨーロッパ各地と日本で、独奏、室内楽、オーケストラなど幅広く演奏活動を続ける。2014年、2015年、フランスアミアン地方音楽院にて非常勤講師を務める。 2018年より東京芸術大学ハープ科非常勤講師、ありがとうございます。